岡島隆弘です。佐賀大学経済学部2年です。それこそきっかけバスの一つのなんていうか象徴的なやつらである夜のダイアログとかの時間で、みんなの話、意見、価値観を自分にも取り入れるっていうことをするんですけど、その中でボランティアってすごい、地味だし、コツコツやっていかなくちゃいけないんだねっていうのは分かったんだけども、なんか自分たちって結構復興とか風化防止っていうものをなんか大きなものに考えすぎてて、例えば復興でもハード面、人の心の面っていう、精神的に癒したり励ましたりっていうのがあるんだけども、なんか全体、東北の人全体として例えば心を癒してあげたいとか思ったりすると、もうそれを考えているとできない。だから自分が例えばお世話になったボランティアセンターの人だったりとか、復興商店街で話をしたおばちゃんたちとかだったりとか、その一人一人に自分が来たことによって、確かにすごい、来てくれてありがとうとか、なんていうかな、すごく逆に元気をもらったりすることで、またあの人に会いに行きたいっていう風になった。だから自分が特に東北のためにこういうことをしなくちゃいけないとか、風化防止のために自分は何ができるだろうかっていう風にナーバスになっちゃうと、何も行動できなくなっちゃうから、ちっちゃいことでもいいから、なんか例えばまた東北に行くでもいいし、家に帰って自分の親とかそういう人たちにその話をしたりするっていうこと、それだけでも東北に対しての自分と他の人の考えるきっかけだったり、行くきっかけだったりとか、そういうものが作れるから、それで十分なんじゃないかな。そういう人を増やしていきたいよねっていうふうに、もっともっと一人でできること、ちっちゃくてもいいからっていうことに、ダイアログによってみんながそれいいねっていうふうになったのが、すごく自分としてもいいなっていうか、自分もそういうふうに思いたいなって思いました。そうですね、僕は、成功というか、失敗はないと思ってます。例えばあるその一人が、やっぱり俺東北復興とか風化防止っていうのはちょっと荷が重すぎてできないって思って、もうあんまり関わりたくないな、考えたくないなっていうふうになっちゃうのは、それがその人の、人であって、だからそれをとやかく、いやお前参加したんだから一緒にこういうことやっていこうぜっていうふうに押し付けるのもダメだし、その一人の人がそういうふうに気づけて、その人が自分周りの人に、でも俺言ったんだけどこういうふうだったっていうふうに伝えること、それも実際の今の東北っていうのはこうなんだよって、意外と行っても瓦礫撤去とかで別にできて達成感が味わえるわけでもなかったけどみたいな、そういう話をすることっていうのも今の東北を伝えることになります。それに今実際なんていうかな、大人の方たちの支援を受けていけるっていうことで参加した人たちっていうのも、自分たちができること、そして自分たち学生だからこそ大人の人たちに応援されるっていうことが必ずあるはずだから、それをこれから佐賀に帰ってみんなで楽しいことをどんどんやっていきたいよねっていう風になっているので、風化防止とか復興しなきゃいけないよねっていう風に、なんかストレスが感じられるようにみんなが感じているんじゃなくて、なんかすごいポジティブに、なんかこういうことできんかな、こういうことできないかなっていう風な雰囲気になっているので、それはすごくみんな参加してくれて本当に良かったなというふうに思います。きっかけは佐賀を応援していただいて本当にありがとうございます。これはありがとうございましたじゃなくて、これから佐賀のためにどんどん還元して盛り上げていきたいと思いますので、これからもぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。